必ずやろう日本最高坂井貴ですこの動画を見てなるほどねなんてね思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします今回はズバリ、えー、習近平は今度の党大会でどうなるかまあ、これについて扱ってみようと思いますで、カザフスタンとウズベキスタンをですねこの相次いで歴訪した後にですね 10日間にわたって所在不明で雲隠れ状態となっていたまあ習近平総書記がですね姿を現して軟禁されているんじゃないかという噂はですね完全に払拭されてしまったというこういう話になりましたし。たがってまあ習近平軟禁説は完全ににれたというこういうううこ話になるわけです で習近平がですねウズベキスタンに向かったのは上海協力機構という、まあ、反米同盟のもうなんかこうまとまりみたいなやつですねこれに出席するためだったわけなんですけれども習近平はですこ、ねまあ、このところに参加したその各国の首脳のですね集合写真に収まるということもせず晩餐会の出席もせず。 まあ何かに慌てるかのように帰っていった。そして、それから10日間、雲隠れになった。さあ、何かあるんじゃないか、みたいなことが、まあ、いろいろ言われていたわけなんですけれども、まあ、結果的には、あ何もなかったということになってしまうということになるわけです。で、今回ですね、習近平が登場したのはですね、 えー、新時代の奮神というのはなんかあの奮闘前進みたいなね、えー、そんな感じの意味なんですけどもその「新時代への奮闘前進」みたいな、まあ、そういうふうに題したこの習近平のこの10年間の成果を誇るまあ展示会みたいなものがこう北京で開かれたんですけれどもこの北京の会場にですね習近平が現れたということになるわけなんです。 で、このこに習近平が現れただけじゃなくてですね、この場に、李克強、立選所、王葉、王古寧、張洛祭、寛政というですね、中国共産党常務委員全員ですね、つまりトップ7と呼ばれているこの7人が全員揃って出るということ。つまり、習近平以外の6人を習近平は全員引き連れて、 えー、この会場に現れるということをやってですね自分に反対する勢力はいないのであるということをこのバッと打ち出したということになるわけです。でさらに言えばなんですけれども他にも主要なメンバーをみーんな引き連れていてですねこの場に出席しなかった主だった人物としては大木山国家副主席一人だけではないかということになっているわけなんです。 じゃあ大木さん国家副主席はどうだったのかっていうことなんですけれども彼はですねエリザベス女王の葬儀に参列して帰国後まだこの10日間の隔離期間が終わっていないというこういう状態なのでですね、えー、まだそのコロナの,その隔離期間中にあるんじゃないかなんていう話があったりします。 で習近平が10日間現れなかったのも、まあ、帰国後10日間は隔離されるというその規定に従って隔離されていたんじゃないかということがですねまあ今噂さはされていたりするわけなんです。まあ、ここまでのことをやっている以上ですねもうこの習近平体制が次の第20回党大会で完全にですね覆されるということは。 これはもう考えられないねというそういう状態になったというふうに言っちゃっていいかと思います。でさらに、新華社の方にですね、評論が出てるんですけれどもそれは心を凝らして使命を担い奮起して新たな道を進もうみたいなこういう、まあ、評論なんですがこれがですね、習近平来賛しまくりの評論なんですね。でこの評論では 第20回党大会の代表が、まあ、全ての人間がですね、党中央が指名したその代表ばかりでですね、まあ選出されたんだということを書いて、習近平が党中央の核心であり、全党の核心となる地位であると、こういうふうに、まあ規定してみせてですね、 えもう習近平が中心となってもうその体制で中国共産党全体が動いているんだということをまあ打ち出しているわけなんですね。でこの中国共産党の指導的な理念というのは習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想なのだということもうたっているわけなんですね。 そして習近平は指導才能が卓越していて人格風格は崇高であり優れたマルクス主義の政治家であり思想家であり戦略家であるなんていうふうにもですねまあ歌っているわけなんです。で、その上で習近平が指導者になってからのこの10年間で中国は著しい経済発展を遂げ 中国がこの千年にわたって待ち望んでいたややゆとりのある社会というものを実現して貧困撲滅に成功したんだとこういう風に言っているわけなんですねさらに反腐敗闘争はですね圧倒的な勝利を収めたのだとまあ、こういう形でもってこの10年にわたってのこの習近平の成果というものを 高らかにに歌いいいい上げるるというういうこ感じななっているわけなんですねで実態としては習近平になってからですね経済はどんどん成長率を落とし、えー、ここ数年はですねもうひょっとしたらマイナス成長じゃないのみたいなところまで、えー、落ち込んでいて、まあ、今年はもうマイナス成長はほぼ間違いないというような状態であり。 えー、貧困の撲滅というのもですねこう実態的には全然成り立っておらずですねでむしろ今のこのロックダウン政策がこうずっと広がっていく中において、えー、むしろこの貧困度合いがこうどんどん増えているんじゃないか。 庶民は生活ができなくなってきてるんではないかっていう、それが実際だとは思うわけなんですけれども、しかしながら、あこの党の中央のこの評論とかにおいてはですね、 習近平様様様様様様様みたいなあそういうことがガーッとこう行われているというこういうことになるわけなんです。ですからもうここまで完全にあらあゆるところを固められているという状態になっている以上ですねもう習近平の地位がですね第20回党大会で覆えるということはこれはもう考えられないというふうに見ていいかなと思います。 でこのような状況の中でですね習近平のその中国共産党内部においての地位なんですけれどもこれは今までよりもさらにもう一段高められることになるんではないかっていうふうに見られるわけなんですね。もう一段高められるって言ってもすでに中国共産党の中のトップじゃないのとそれ以上高められるってどういう意味なんてね思っちゃったりもしますよね。 で現在中国共産党の最高指導者の地位は「総書記」っていうものになるわけですけれどもこの「総書記」っていうのは本来は絶対的な権力者を表すものではなかったということを理解しておく必要があるんですね。で江沢民がいました胡錦濤がいましたこの2人は「総書記」という地位につきましたけれども。 必ずしも絶対的な権力者だったかというとそうではないんですね。で、えー、人数の違いによってね、呼び方は変わるわけですが、トップ7と呼ばれたりとか、トップ9って呼ばれたりする、中国共産党政治局常務会議というのがあ,あります。ここの、えー、この常務会議、7人とか9人とかで構成される、この常務会議の 本来議長役が総書記なのであってえ、彼らの上に君臨する立場では本来はなかったっていうことになるわけなんです。で、総書記はですね、議論の方向性をある程度誘導できるということはあるけれども、議論をする上では、この常務委員全員が、まあ、ある意味対等な関係にあって、 全員の意見を聞きながら調整をするという役割を担うのがこれが総書記だということになってたわけです。もっともその常務委員の中にあって派閥的なものがあったりするから自分と近い人間をここの中に多く入れてまあここの多数派を握っていればですねまあ全体の議論をリードしやすいというそういうことはあったりはしたわけなんですけれども。 一応建前はこの中においては平等というこういう在り方だったわけなんですね。でこのの関係を壊して総書記で習近平は自分の見解にですねお前は賛成なのか反対なのかということを突きつけた上でですねこれをレポートを書いて提出しろみたいなことをやって。 でさらにですね、腐敗にまみれてる奴は反腐敗キャンペーンで叩き潰すんだという、これを打ち出して圧力を徹底的に加えていって、習近平にですね、全く反対するってことができないように、えー、党の体制を変えていったっていうことがあるわけなんですね。で習近平は、この自らの地位を明確に確立するためにですね、従来の国家主席、 でではなくてですね当主席の地位を復活させようとしているというふうに見られているんですね。国家首席っていうのは、まあ、国家元首的な意味合いであってあ、まあ、その政治的な権能というようなものよりも実際にはさまざまな儀式に出るとかね えー、そういう国家原始的役割というのを担うということにまあ、過ぎないわけなんですが党主席というのは党を完全に牛耳るというそういう地位のことを、えー、意味しているわけなんですねで、中国共産党はこの党主席というのはですね過度の権力集中を招いた結果として 中国を大混乱に押し入れたあ、それがこの党主席というものにあるんだというその考え方からですね、1982年に廃止されたはずのものだったりするわけなんです。まあ、要するに、えー、毛沢東のその独裁体制によって文化大革命みたいなむちゃくちゃなことが起こってですね、まあ、国内が大いに乱れ、 ねえー、非常にそのみんながこう困窮したというそういうことが実際にあったからそういうことを再びやってはいけないそのために集団指導体制になって個人独裁は排除しなければいけないんだというのがこれが鄧小平路線だったわけなんですけれどもおどうもですねこれと真逆の方向に今回進もうとしているっていうことになるわけなんです。で現実問題としてははこの習近平は あこのトップ7と呼ばれている常務委員会7人の中においてですね突出した地位をすでに得ているというふうには言えてまあ現段階名前は総書記だけど実務的には党主席と変わらないようなまあ役割を今果たしているっていうことになっているわけなんですけれどもこれをですね もう次回の党大会でまさに明確にしていこうとしているのではないいいかとううふうにまあ見られているわけななんですねでこうなると小平が進めてきた改革開放路線それから集団指導体制これらは放棄させられてですね習近平の個人独裁というものがこの明確に打ち立てられていく党大会になるんじゃないかと まあ私は見てているっていうことになりますそしてそういう地位がより明確になれば当然ながら習近平の個人独裁体制もですね今よりもさらに強まっていくということがですね現実には発生するんではないかということなんです。でここで面白いことが起きるわけですね。習近平ははその権力闘争を制するとということは まあ実に巧妙でうまいということがあるわけなんですがじゃあ現実問題としてこの中国において正規しているさまざまな社会問題というものがあるわけですがこれらを正しく捉えて解決の方向としてこれが正しいということを打ち出す能力があるかといったらこれが全然ダメだということがあるわけなんですね。 習近平がこのリーダーシップをとって政策を打つとですねまあ大抵結果は裏目に出るというそういうことがまあ相次いでいるというのがこれが実際だったりするわけなんですで今はまだごまかしの統計があいろいろできているからですね、えー、その経済の実態なんかがなかなか見えにくい状態になっていますけれども 現状の中国はすでにかなり激しいマイナス成長を記録しているというのは、これは確実な話です。で習近平独裁が強化されることですね。この絶望的な経済状態が、ますます過酷な状態に陥っていく。こうなるのは、もう確実だというふうに見ていいかと思うんですね。で、その結果、スローガンとしては、ね、みんなで豊かさを享受できるようにするんだという共同富裕なんていうね、理念がありましたけれども、 あれは間違いなく共同貧困の路線に落ち込んでいくことになるのは避けられない話でそして経済成長するどころか経済がこう加工していくというこの中で積み上がった債務がまあ利息が利息を生むという状態になってですねさらに経済に重しになってみんなでこの押し潰されていくというこの状態になるのはこれはもう間違いないと言っていいかと思います。 で私がですねこの習近平の再選というものはこれはもうありえないなというふうに考えていたのはこんなですね集団自殺みたいなことをさすがに中国は選ばないだろう。何としてでもこの集団自殺状態というものから脱却する動きというものを 中国は必ず示すに違いないというふうに、まあ、思っていたわけですが、まあ、これはですね完全にに間違っていいいいいたととうことを、まあ、認めななわわけにはいかないわけはかですがそれは日本にとってあるいは西側にとってということで見た時に中国というものはまさに戦うべき敵であるということ。 これをますますはっきり認識させるということになっているわけでその意味ではですね私は大変望ましい状態になっているというふうにも思っているわけなんですね。もっとも台湾へのこの軍事侵略の可能性というものがあそうなると画然上がってくるということになってこの点は気になるというところはあるんですけれどもただその一方で 中国がですねまさにこの自滅崩壊の道を選んだということにおいてはですね私はあ極めて好ましい状態であるというふうに、まあ、思っていてこの点については大いに祝福したいというふうに考えていますこれは間違いなく日本を再興させるのに非常にいいですねこの流れになっているということを えー、皆さんにですね確認していただきたいなと思っています必ずやろう日本最高朝霞豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます <noise>